皆さんこんにちは。2022年の8月の11日、山の日でございます。星ドラでもバージョン2が始まりまして、昨日、ブレイブ OK 装備の感想動画を出しました。まあ、ラジオっていう感じですけどね。僕は今のところも引く予定はないです。しかも今回って4倍になってるんですか？これって逆に特攻イベントとしては劣化しているとか悪化しているって感じなんですかね。だってイベント終わってしまうと、じゃあ火力はっていうことになりそうだから、いや確かにね、なんかこう、強いぞ強いぞって言われてるんですよ。なんかダメージ9万いったとか、まあ特攻だからでしょって思っていたんですけど、レイピアで2倍で、デインで2倍で、両方分の何か加算がされているそうなんですよね。そりゃ強いよね。だから一度全く関係ないクエストに出かけて、ちゃんと火力を見ておいた方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、いずれにせよ僕は聖騎士をね、あんまり使わないので、やっぱりそこが気になってます。どうしてもその攻撃魔力を、まあ、EX の追撃もね、攻撃呪文なんで、なんかいろいろと使いにくそうだな、考えちゃうなっていうところなんですけど、これは好みなんで、はい、考え方は人それぞれかなと思います。今回も星ドララジオ形式で雑談をやっていきますので、本当に興味がある人だけね、聞いていただけたらと思います。もう僕はね、まったりひっそり、動画っていうか、ラジオっていうか、もうやっていこうかなっていう感じなんで。で、早速なんですけど、まず今回のブレイブオーケって、これアンルシア装備なのっていう話が多分あるんじゃないかな。自分もラジオではずっとアンルシア装備が来るよ。まあでも一応勇者姫装備とも言っていたんで、勇者姫装備が来るよっていう言い方をしたり、アンルシア装備をした、来るよっていう言い方をして、この二つは僕は同じって考えていたから、はい、だから言い方によっては、まあどっちでも なんですけど、まあ来たは来たんだよね。一応まあ王家装備として来たけど、スキル名の中には勇者姫のなんちゃらって書いてあるんですよね。すごく曖昧な感じになってます。で、ちょっとドラクエ10に関してはかなりやっていたんで、でももうちょっと忘れてる部分があまりにも多すぎる。多分これでなんとなくなるほどって思うようなものがあるので、こちらご覧ください。これは皆さん見れます。ドラクエ10の広場だっけな？コミュニティみたいなサイトで、ドラクエ10やってる人はこの左上の赤いところでログインして、いろいろな、例えばギルドの中で、こう、コミュニケーションを取ったりとか、運営さんに要望を伝えたりとか、そしたら運営さん返してくれるんですよ、掲示板でね。それから今の画面っていうのは、これはアイテムですね。強さには関係しないんだけど、基本的には見た目とか、あとハウジング、家に関する、まあ、小物とか家自体が売っていたりとか、あとはまあちょっと、なんかアイテムも売っているのかな。まあそんな感じなんですけど、はい、もう見ての通りですね。これはブレイブオーケセットと呼ばれるものです。なので、このブレイブオーケはここから取っているんではないでしょうか。で、見た目もほぼ一緒ですね。で、このブレイブオーケセットを買うと、盾と剣もついてくるっていうイメージですよね。盾&剣モデルって書いてあるんですけど、剣&盾モデル。だから、このブレイブオーケセットっていうのは、じゃあアンルシアと関係するのかって言ったら、あんまり関係ないかもしれない。僕、前回のレビューの時には、ね、勇者姫の力が宿っているからっていうのと、EX を使うと一応アンルシアが出てくるから、まあ、アンルシア装備って言ってもいいんじゃないのとは言ったんだけど、まあ、よくよくこう見てみるとブレイブオーケセットになっているっていったところがまあ一つあります。盾とレイピアを紐解いてみることもできます。盾見てみましょう。グランゼドーラに、オーケに伝わる、まあいろいろと説明文あるんだけど、ここにはアンルシアという文字はありません。
で、レイピアの方を見ていきましょう。これは王家のレイピア。で、このさっきの盾とレイピアもセットになっているのがブレイブ王家セットなんだと思うんですけど、こちらの説明文には勇者姫アンルシアが愛用しているレイピアって書いてあるんですね。ただこれは模したものらしいので、じゃあアンルシアの剣かっていうとそうではない。まあイラストはこのなんかレイピアだと思うんですけどね、公式のその鳥山さんが描いた絵だとこれの気がするんだけど、ちょっとそこまでは調べきれてないです。まあ今回の一番の焦点はまずこのブレイブ王家セットっていうものが売られていて、まあこれは多分運営さんは設定を使ったんじゃないかなって言ったところなんですよね。で、ここまでを見ると、まあアンルシア装備ではないのかなっていう印象です。で、もう一個は気になるのは、この装備の力の中に、まあスキルの中に、やっぱ勇者姫が入っているから、設定としてはブレイブ王家セットを借りて、デザインしたんだけど、スキルではやっぱ勇者姫の力なんですよね。おそらく勇者姫のって書いてあるからね。って考えると勇者姫装備とも捉えられるって言ったところ。で、もう一個は EX を使った時にアンルシアが出てくる設定。これもアンルシア装備なんじゃないのっていう。で、一部では確かに召喚をしているっていう考え方もあるんですけど、竜王装備って竜王を使うとね、EX で竜王出てくるじゃないですか。例えばね、指導だったら、指導も出てくるっけ？なんか出てきてガシャガシャってやるんだっけね、爪ね。そう。だから、あんまし召喚っていうか、本人の装備の EX を使うと本人のやっぱりエフェクトがかかるっていう考え方でいいんじゃないかなとは思うので、まあその内容からするとアンルシア装備で僕は見てもいいし、でもブレイブ王家だからアンルシア、厳密に言うとアンルシアじゃないよねっていう考え方もできるから、これは人それぞれ意見が分かれそうな気がします。だから僕が前回のレビューをした時よりも若干アンルシア性が薄れた感じはあります。で、これなんかね、本当かわかんないんですけど、一部ではエフェクトを、その EX のエフェクトを打った時に別のエフェクトが表示されたっていう話があるんですよね。だから信憑性はちょっとわかんないんで、ちょっと具体的な描写は避けます。で、その描写が、アンルシアが火を放っている的なものらしいです。これはもう全然聞いた話なんで、聞いたとか本人から直接じゃなくて、なんかこんなことあるらしいよっていう話だから、全くわかんないです。この演出が本当にバグかなんかで出たとしたら、後半ガチャは勇者姫アンルシアの可能性は高くなったんじゃないかなって思います。だから、僕すごく違和感あったのは、やっぱなんかね、このブレイブ王家装備なんて、多分ドラクエ10やってる人でもこんなんあったっけぐらいのレベルなんですよ、おそらく。だからその設定を持ってきたってことは、その後本番が控えているから、こういうネーミング、こういう設定にせざるを得なかったともなんか捉えられそうで、いろいろと深読みをすれば、もちろん深読みをするほどね、先が読めなくなってくるんですけど、まあ一旦これはアンルシア装備なのかって、なんでこんなに紛らくしくしているのかなって言ったところが、まあ気になるっていうような、まずは雑談です。はい。で、一番単純なのはもちろん勇者姫アンルシアでバーンとやればいいんだけど、やっぱ後半残している可能性っていうのも、なんかちょっと出てきたのかなっていうのが一点と、次後半ガチャの話。あ、もう一個あった。まあ、王家っていうね、例えばブレイブっていうのはいろいろとブレイブストーンって今回出てたと思うんですけど、そういう、まあ、ブレイブっていう言葉も出てんだけど、基本的に今回のブレイブの意味はブレイブ王家セット。の装備の名前だと思う。見た目装備の名前ですね。で、王家っていうのはもう一個あって、王家の迷宮っていうコンテンツがあります。これは自分、プレイヤーと勇者姫アンルシアと、もう一体モンスター、例えば星空で言うとモンスター闘技場みたいなモンスターいるんですけどね、育てている。それを連れて冒険に出るっていうコンテンツなんですよ。その王家の迷宮の設定を借りたのかなとも最初は思ったんですね。ただ
うん、先ほどやっぱね、ブレイブオーケセットっていう見た目装備がもう出て、その見た目と、まあ、ほぼ同じなんで、うん、だからまあ、その王家の迷宮は関係ないのかなっていうふうにね、思いました。うん、これは余談です。で、後半ガチャ、僕、前回のレビューした時には、運営さんの最後の武藤さんの発言なんですかね、それちょっと知らなかったんですよ。で、一応補足で入れてあったんですけど、見てみました。言ってるね、確かにね。なんかオリオリさんが、武藤さんにね、なんか、もう装備はないんですよねって、あれはその台本に書いてあったのかわかんないですよ。まあびっくりしていたから、まあふと最後に言ったのかわかんないです。でもタイミングすごいいいから、なんかそういうふりをしてくれっていうのがあったのかもしれないし、もう本当にね、タイミングでふと、もうないですよねって言ったのかちょっとわかんないんですけど、すごいタイミングだったと思うんですよ。でもいいタイミングっていうかね。で、そこで、武藤さんでいいんですよね、名前。確か武藤さんだったと思うんだけど、長いんでね、まああるかもしれないですよね、的なことを言ってるんですよね。うん、だから僕はその発言がなくても、後半ガチャってこれあるんじゃないかっていうような話をしていて、で、さらにそんな話がされているんであれば、僕はこれ、まあ 100% の確証まではないけど、あると思ってます。確実に。うん。で、妄想話だと思ってください。はい、100% 何か予想するような内容ではないです。ラジオではないです。僕の妄想の中では、もう、18日に新装備来ます。頭の中でね。だから17日に、動画が流れるかもしれない。やっぱり待とうかなって思うので、今回のブレイブオーケは引かないでおきます。で、後半ガチャ、じゃあどんな可能性があるかっていうと、ここからはさらに妄想の話になるんで、もう答えわかんないです。はい。で、うん、考えられるのは一番最初にやっぱ言っていたネルゲル装備でコーンを作るっていうね、コーンの超越を作るチャンスっていうのもあると思うし、混んできた場合あんま使わないし、僕シングランバニアのコンだっけ、あれ持ってないから、まあネルゲルが来ても引かないんですけど、まあコーンを使ってる人はぜひ欲しいですよね。ネルゲルはでもバージョン1だからねって思うんだけど、あんまりそこを気にしないでやってきそうだなって気もするんですよね。はい。で、もう一つに関しては勇者姫アンルシア、ここで本命が来る。だから剣剣ってそうなるとつながるから、ちょっと偏りすぎてねえかって思ったりはするんですけど、要は今回の、ブレイブオーケーのブレイブソードだっけ、あれを次の装備に抜き出しようとして使うのか、次の装備がそのオーケーの方に入るのかっていう可能性もちょっとあるのかなと。で、まあ一部そのバグの話が本当であるならばですけどね。だから今回は勇者姫アンルシアとして最初には出さなかった。ブレイブオーケーって濁しておいて、で、その後に勇者アンルシア装備って出せば、まあ差別化はできているですよね。で、この話前提だと一個だけ不明点があって、じゃあなぜブレイブオーケーの中に勇者姫っていうスキルがあるのか。ここが引っかかってますね。なんかどうなのかなって気はする。勇者姫アンルシア。でもある可能性も出てきた。で、もちろん魔勇者、これも考えられると思う。まあ同じく剣なんですけどね。で、あとは今戦っているなんか石像みたいなやつがいると思うんですけど、あれが要は多分英雄をこう称えていたような、石像だったと思うんですよ。僕ちょっと記憶薄いんですけど、で、バージョン2の1000年前ぐらいにいたんですね、そのまあ勇者が。アンルシアとは別のあの石像が勇者になってるのがいたんですよ。で、それの話がバージョン4だった気がするんですけど、そこまでは僕やってるんですよね。で、そのアンルシアとは別のもう一つの勇者装備っていうこともちょっと考えられるかなとは思ったんですよね。それを前回のラジオで話したんです。はい、この中にヒントがあるよっていうことで。ただバージョン2から一応バージョン4に吹っ飛ぶのかなっていうね。そこを運営さんがどこまで
ちゃんとそのバージョンの区切りをつけているかっていう設定になっているかがわかんないんですよね。ただそれは考えられる。まあパンチはあると思いますね。勇者装備って、まあ一応こんなのいるんだみたいな。まあある版ってやつなんだけど。うん。でもそうなんです。結構先なんで話としてはね。まあ一応その可能性もわかんないと。はい。で、あとは、まあ今までのマユとかヒューザとか、あと、その辺の装備も知っている皆さんが、今見ているバージョン1のキャラクターを、はい、まあ装備化するっていうのももちろんありなのかなと思うんですけど、うん。でもそのぐらいか、ボス的なものではそこまでやってこないと思うんだよね。で、あとクローズって出たと思うんですね。帽子かぶっている人。あれは、超重要人物です。これはネタバレになるから言いませんけど、クローズ装備も考えたんだよね。考えたというか、まあ、前々からあるのかなって思っていたっていうね。ラジオでちょっと話したと思うんですよね。目が金色に光るやつっていう濁したんだけど、もう出ちゃったからね。今、バージョン2で。クローズは多分バージョン2のタイミングで武器らしい武器って持ってないんですよね。いつも手ぶらっていうか。でもやつは、そのうち、まあなんかいろいろと分かってくるんですね、話がね。おそらく杖だかなと思います、武器種は。はい。でも、ここで杖、だから呪文と被してくる可能性ですよね、クローズの場合はね。アンルシアは一応聖騎士なんで、何かクローズの抜き出しを、抜き出して、今の、王家装備に入れるとか。まあ、呪文として関わってくるんだったらクローズ装備もあり得るし、クローズはまたちょっと別の特性を持っているんで、それを活かすと、はい、なんか不死鳥化みたいな、そんなことができそうな気もします。で、あともう一個、ちょっと今ね、まだ僕全部ストーリー終わってないんですけど、アンルシアをめちゃくちゃ助けてくれるペガサス的な存在がいるんですよ。それは星ドラオリジナルで、かなり装備いいの作れそうな気はします。ただ、星ドラオリジナルなんて、こんなの当てられるわけないですよね。なので、後半ガチャに関しては、ちょっと、今の中のどれかか、まあ、もっと違う何かなのかはちょっとわかんないんですけど、うん。その中で濃厚なのは、うん、やっぱり勇者、もう一人のアンルシアじゃない昔の勇者、か、まあ、勇者、か、勇者姫アンルシア、また別でやってくる。それと、敵ではやっぱネルゲルじゃないかな。ネルゲルか。うん。まあなんか知らない敵の装備出てもね、あんまりなんじゃこりゃってなっちゃうから、ネルゲルはもう結構浸透してるじゃないですか。うん、ネルゲル装備怪しいけど、大釜がコーン扱いになっちゃうとね、ちょっとコーンは使わないから多分引かないかな。うん。そんな感じでしょうか。はい。でも、18日来ると僕は思っているのって、で、あと今回かなりね、抜群っていうか、ね、レイピアとデインと別でついているらしいから、そこは意識しておいた方がいいのかなと思いますね。だからイベントが終わった後がね、やっぱりどうなのかなって。で、後半ガチャも基本的にはその、でもそうなると後半は、そうだよね、今回デインが抜群であるならば、ちょっと属性変わる可能性があるのかな。で、そのバグの話も、もう完全メラなんですよ、そうなると。アンルシアがね。そうなるとガラングとちょっと絡んでくるっていうね、最初に僕が予想していたところとも繋がってくるから、まあなんかね、いろいろと妄想話は楽しんで、まあいくらでもできるんですけど、そろそろ20分になるからね。また何か、はい、情報等がありましたら、まあお気軽ラジオとしてね、お話ししようかなっていうふうにね、思います。まあ、いずれちょっと今回のラジオは、まずアンルシア装備なのかっていうのがちょっとね、なんか、どっちなのみたいなのも僕はちょっと気持ち悪かったんで、うん。どっちかっていうと、アンルシア装備ではないっていう、やっぱ位置づけになっちゃうのかな。はい。ただ、そう、スキルの中に勇者姫がある。ここはアンルシアの力を宿していると言っていいので、アンルシアの力があるんだったらアンルシア装備だよねって考え方もできるし、まあ、先ほど言ったね、カットインが入ってくるってことは、アンルシア装備だからアンルシアの、やっぱりカットインが入る。うん、竜王とかと一緒でみたいなね。カカロンとかもね、カカロン、あ、でもあれは召喚か。うん、そうですね。
でも確かにそうだとしたら、アンルシアを召喚しているという考え方もできるから、なんかね、なんか複雑っていうか、半分アンルシア装備じゃないんだけど、半分アンルシア装備ですよ、みたいななんか位置づけなんだよね。で、こんな中途半端に出す必要があるのかなって考えると、後半の何かガチャの影響でそうせざるを得なかったっていうのもね、なんか引っかかるんですよね。うん。まあ、とりあえずこの辺の妄想で、今回は、ストップしておこうかなというふうに思います。ではまた、そうですね、次回のラジオ等でお会いできたらと思います。さようなら。